こんにちは、皆さん。今日のビログはニューヨーク発信のジュエリーカンパニーアナルイサさんにスポンサーになっていただきました。アナルイサさん、ありがとうございます。私はこちらの会社のアンバサダーを務めさせていただいているんですが、今月ですね、アメリカで一番大きいブラックフライデーというセールがあります。もちろんアナルイサさんたちも大きなセールをやるっていうことで、今回私は今つけている3つのジュエリーの紹介をさせていただこうと思います。その前にですね、どういった会社なのかっていうのを少し説明させてください。もうアナルイサさんとは何回もお仕事させてもらっているので、ご存知の方も多いと思うんですが、会社自体がとてもサステイナブルにフォーカスしている会社です。働いている方もとても優しくて大好きです。あとジュエリーがですね、お世辞ではなく本当に全部可愛いです。それでジュエリーに関してなんですけど、まず一つ目に、とてもクオリティがいいです。ウェブサイトを見てもらうと、ネックレスとかリングとか、ブレイスレットとかっていう感じで出てきて、でファインジュエリーっていう感じでも出てくるんですけど、まずそのファインジュエリーっていうのは何かっていうと、いわゆるなんていうんですか、本物の金っていうんですか。だから、その詳細のところを見てみると、10金とか14金っていう形で名前が書いてあるんですけど、10金14金っていうと、もうその金具ありますよね。金具のコーティングでもなく、2層になってるコーティングでもなく、もう内側まで全部のジュエリーが、10金14金っていうのがファインジュエリーになります。で、それ以外のもう、ネックレスとか上の方ですね、ファインジュエリーと書かれてないものは、商品それぞれの詳細がまあ全然違うので、一つ一つのそのディテールの場所を見なきゃいけないんですけど、大体結構コーティングが多くてですね、14金のコーティングとか10金のコーティングっていう感じで、プレーティングって書かれてますね、コーティングだからどうなのって思われる方も多いと思うんですけども、それがですね、私が持っているアナルイサさんたちのジュエリー全部今まで一度もこう剥がれたこともないし、切れたこともないし、会社の方でも1年間の保証付きなので、もし壊れてしまったとか、ね、剥がれてしまった、切れてしまったっていう場合は、会社の方に連絡をすると1年間タダで直してくれるそうです。アクセサリーは全てフェアプライスで、商品自体は39ドルから始まっているんですけど、その作っている方、それを売っている方、それをデザインしている方、それに全て携わっている方に、みんなにフェアにお金にが払われています。なので、そのアクセサリー自体もものすごい高い設定で、ああいう大きなラクシュリーなブランドあるじゃないですか、ああいう感じでもう初めから高い設定ではなくって、もう本当に全てフェアで、値段が付けられています。そういったところもものすごくサポートしたいなって思うところの一つですね。そしたら私が気をつけているアクセサリーをちょっとお見せしようと思います。まず一番上のこれがですね、お月様とあと星なんですよ。で、なんでこれを選んだかというとですね、聞いてください。うちの姉が最近、ルイジアナ州に引っ越したんですけど、彼女が引っ越したところが、彼女が巻いたところとはまた違う結構森な感じのところに引っ越したんですね。で、私は私で、バージニア州っていうところから今住んでいるハワイに引っ越してきました。で、うちの姉がすごい嬉しかったんだって言ってちょっとシェアしてくれたんですけど、彼女の、ビデオ見てくれている方がうちの姉にメッセージで、お姉ちゃんはお月様みたいに森に行って、で妹さんは太陽みたいに、海の近くに行きましたねって言ってくれた方がいたらしくって、すごいこのコメント可愛くないみたいな感じでうちのお姉ちゃんがまあシェアしてくれたんですよ。で、それを見た時にもう本当になんていうの、自分ではもう全然想像もしてなかったんですけど、わーすごい、なんかこんなこと言ってくれる人がいるんだと思って、でもその時にものすごくなんかうちの姉本当そんな感じだし、私もそんな感じだなって、すごいなんていうの、こうわーみたいな感じたんですよ。で、これはだからまあうちのお姉ちゃんみたいな感じですね。そう、それで選ばせてもらいました。そしたら次にね、この下のやつなんですけど、これが鍵ですね。私がこれ気に入ったところは、このなんていうのかな、このチェーンの付け方っていうの、なんかこれがなんかすごい可愛いと思って、なんかこう
なんていうのかな、ネックレス通す場所が丸いのがくっついてるってわけではなくって、こうつながってるんですよ。見えますか？なんかこういう小さいなんか気配り可愛いと思って、で、結構存在感があるから、また重ね付けし、私すごいネックレスの重ね付け好きだから、重ね付けしやすそうだなと思って、でそれで選ばしてもらいました。やっぱりこれだけね、あのゴールドの面があると、存在感あるじゃないですか。で、ちょっとこうなんていうのかな、ブリンブリンな感じ、ちょっとヒップホップな感じに見えるかと思うけど、でもそんなことないです。一個付けも全然いけるし、まあ、重ね付けもいけるしみたいな感じで、この下のがですね、目が書いてあるのよ。見えますか？目が書いてある、見てるよっていう感じの目が書いてあるんだけど、これ一番長い長さになってて、上のこのネックレスありますね、これとセットでついてきます。はい、なんでこれが1個と、あとお月様と、あと鍵っていう感じになるんですけど、この2つのネックレスあるじゃないですか。これは後ろのところは別にくっついてるわけではなくって、もう2つ別々のネックレスなんだけど、買うときは一緒になってセットになってついてきます。そういう感じだから、これをさ、他のネックレスとつけることもできるから、まあお得っちゃお得ですよね。もし興味のある方は、ブラックフライデーズのショッピング楽しんでください。詳細の方を下の方に貼っておきます。アナリストさんたち、ありがとうございました。では、残りの Vlog を楽しんでください。おはようございます。あのね、すっごいドタバタしてるの。今日は、朝6時に起きてフローレンスを学校に置いてきました。彼女今週3で学校に行ってます。で、その片道が、30分かかるのっていうのも、家の周りの、プリスクールがもうほとんどウェイティングリストで埋まってて、全然なくって、でやっぱりどの学校でもいいっていうわけでもないから、私はそれでいろいろ調べて、ここがいいなっていうところが、まあ旦那の職場の近くなんだけど、だから帰りはね、拾って帰ってこれるからいいんだけど、行きだけちょっと私が運転しなきゃいけなくって、ちょっと遠いのよね。まあ、それでさ、7時半に家を出て、で彼女は8時に
学校が始まるんだけど、でそしたらまたそれで帰ってきて、うちの子供、一番上のお兄ちゃんが、オンラインクラスが8時半から始まるのね。それで、11時から一番上のお兄ちゃんの歯医者の予約が入ってるから、それをちょっとこれから行かなきゃっていう感じで、まだねオンラインクラスやってるんだけど、まあ、時間が来たら、まあ、終わらせて、で車で運転して歯医者に行くっていう感じの朝です。バタバタしてる、すごくバタ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 、すごいバタ。ハロー皆さん、歯医者さんが終わって今公園に来ました。今帰ってきたんだけど、あのね、イッツィでオーダーしたラタンシェルフ、ラタンシェルフが届いてたの。で、これオーダーしたの、私こっち引っ越してきてぐらいの時にオーダーしたから、もう8、9、10、4ヶ月経ってたんだ。ずっと待ってたわけ。ちょっと待って、開けてみよう。なんかね、オーダーして分かったんだけど、オーダーしてから言われたんだけど、なんだろう、そう、オーダーしてから分かったんだけど、まあ、オーダーするときに全然私もチェックしてなかったからなんだけどさ、あの、違う国、アメリカ以内じゃなくって、どこから来たんだろう、これ。手作りで作ったやつ、出したのよ。だからそれで時間がかかるって言われて、まあいいやと思ったんだけどね、4ヶ月かかるとは思わなかったんだよね。あー、かわいい。横にしよう。かわいい。
ウィキボックスっていう名前のところから買いました。あ、すげえ、なんかさ、すごい手作り感がある。見て、こことか、あとこの取っ手の部分もなんかすごい手作り感があって素敵。かわいい。すごくない？このさ、一個一個こう編まれてる感じがすごいするよね。見て、ここのディテール。かわいい。これね、あの、あそこに、どれ、これか、あのさ、 Wi-Fi のこのモデル、そう、このさ、 Wi-Fi のモデもあるでしょ、この形。これを入れる棚が欲しかったので、引っ越してきてすぐオーダーしたんだけど全然来なくって、でやっと届きました。なのでちょっとセットアップしようと思います。